はい、どうもハルパパです。今日もですね、クラッシュロワイヤルをお送りさせていただきます。サス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 、はい、シャスということでね、はい、ムースカさん、ムースカ大佐さんのね、すごい噛むな今日。今日もね、絶好調ですね。はい、やっていきましょう。ムースカ大佐さんのね、リプレイなんですけども、ババをババッとバルンデッキですということでご覧ください。はい、いやちょっとね、このね、なんだろう、デッキ面白いんですよ。ババ小屋、まあ、あのドズルさんが大好きなね、ドズルさんが大好きなババ小屋とバルーンを使ったデッキなんですけれども、別にね、これ小屋ラッシュってわけじゃないんですよ。多分これ、このデッキの強さって本当に残り1分なんじゃないかなと思いますね。そのバルーンじゃねえ、あの小屋をね、小屋じゃない、うん、ババ小屋だ、うん、ババ小屋をね、立ててこうバルーン刺すみたいな、結構ね、恐ろしいデッキですよね。そう考えるとね。うん。まあ、こんな感じで、序盤はね、多分ね、もう様子見ですよね。まあ、いければ行くんでしょうけどもっていうレベルですよね。これはね、なんだろうな。ほんとなんか新しい感覚というか、ちょっと新提案なんじゃないかなと思いますね、見ててね。たださ、このババ小屋があるだけでさ、ほんとになんつうの？硬いからさ、辛いよね。肩面だよね、このババがあるだけで。ババ小屋？ロイジャイデッキとか本当なんかもう死ぬんじゃないかっていうぐらいの。うん。でもババ小屋ってさ、そのなんだ、能力は驚異的なんだけどさ、すごいそのコスト7っていうのがまたさ、なんかそこもある意味驚異的というか、つらたんなところですよね。さあ、まあ、ね、このような形で、バーバリアンの小屋を建てていくと思うんですけれども、さああと30分。そうだな。30分だね。あ、30秒、うん、30秒これ、ね、我慢していきましょう。これザップレイクリント。このね、結末が面白かったんですよ。結末がね。うん。でもさ、このなんつうんだろうな、このウエスト98センチの回ってさ、ほんとみんな面白いデッキを作ってくんだよね。もう多分、ハロウィナさんとか、まあ、ジェンコさんもそうだと思うけど、上位クランの人たちってさ、なんだろうな、こう、デッキを組んでるときに、なんつうの、このこれを組んでこうするから、あのこうでこう、はい、スリークラウン簡単でしょっていう、ね、そのなんかそういうのがなんか頭の中で組めんだろうね。ね、なんかよくさ、俺デッキとかさ作ってさ、いやこれ最強やんとか言うんだけどさ、なんかなんつうの、結局さ負けんだよね。ね、タイトル詐欺とか言われるんだけどさ、やっぱタイトル詐欺してなんぼみたいなとこある感じでちょっと俺もやらせてもらってるんだよね。ね、その辺ね、ちょっとご了承いただきたいなと思うんですけど、さあここですね、後ろからバルーン出す、これね非常に面白い、これは面白い。そしてね、ババアがね、こうターゲットインフェルノ取ってる間にこうやってこうやっていく。そして2個目のこうなんつうの、抵抗スユニットに回して2個目のバルーンをさ、今はもうまさしくここでストンと、もうなんつうの、もうクラクラですわ、もうこれもはやクラクラ、こうなってきたら。そしてもうすごいこれ、すごくない？アイスゴーレムでちょっとダメージ与えつつザップで処理するみたいな。いやこれアイスゴーレムきっちり、わーすごい。あーすごい。ムスカ大佐さんすげえな、ほんとすげえなとちょっとこれ見た時思ったんですよね。こちらのデッキですね。うん、なんつうんだろう、このさ、テンプレ系じゃないじゃないですか全然。うん、なんかその想像力がすごいね、本当に。皆さんもね、よかったらこのデッキ使ってみてください。ちょっと面白いかもしれないですね。いつもとね、変わったデッキやっていかないとね、飽きちゃいますからね、こういうのね。うん、よかったら使ってみてください。ご視聴